今回もご覧いただきありがとうございます。2022年3月4日に金沢を駆け抜けた貨物列車をお送りいたします。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。時刻は6時8分です。3092列車新潟貨物ターミナル発福岡貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の5号機です。空が明るくなる時間がだいぶ早くなってきました。水沢化学工業さんのガレオンアース用のタンクコンテナが2機乗っております。その後ろに日本ツーンさんのエコライナー31フィートコンテナ、 JOT さんの20フィート、日本フレートライナーさん20フィート、西濃運輸さん20フィートが2機並んでおりました。そして最後に東亜ツーンさんのオープントップコンテナ、このように今回もたくさん乗っておりました。8時8分になりました。3093列車福岡貨物ターミナル発新潟貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の8号機です。日差しが強くなってきました。こちら側からだと若干逆光気味になるんですが、この角度が好きなのであえてこういう向きで撮影しております。全国ツーンさんの31フィート冷凍コンテナが見えます。その後ろに旭カーボンさんの突破コンテナ UH29A が1機乗っておりまして、日本ツーンさんのエコライナー31フィートコンテナ、日産化学さんのタンクコンテナが3機、前から濃硫酸、アンモニア水、アンモニア水となっておりました。真ん中だけコンテナの形状が若干違っていたんですが、前後は UT9C、 中央は UT17C ということで形式が異なっていました。10時40分になりました。3097列車岡山貨物ターミナル発新潟貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の20号機です。この日は34分ほど遅れて金沢貨物ターミナルを発車しました。とても暖かい日になりました。先日までの大雪は何だったんでしょうかというふうに思わせるぐらいのいい天気になりました。JOT さんの31フィートスーパー UR が2機乗っております。 UR47A 形式になります。青色のコンテナが見えてきました。 JFE スチールさん UM13A、 その後ろの緑色は東亜ツーンさんの UM13A、 こちらが2機乗っております。そしてMGC アドバンスさんの液化モノメチルアミン用のタンクコンテナ UT17C が1機乗っておりました。11時6分になりました。4076列車八戸貨物発くだら貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の507号機です。12フィートコンテナがいつものようにずらりと並んでおります。その中に緑色のコンテナが見えてきました。東亜ツーンさんの UM13A オープントップコンテナが1機乗っております。その後ろはすべて12フィートコンテナ、 JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナとなっておりました。12時8分になりました。4081列車
大阪貨物ターミナル発富山貨物行き、機関車は EF510 の511号機です。この日は本当にいい天気でした。4時21分になりました。4060列車札幌貨物ターミナル発大阪貨物ターミナル行き、機関車は EF510 の509号機です。何やら機関車の助手席側の窓がすごく輝いております。太陽の光を反射して光っております。今日はゆっくりとやってきました。先日510号機は結構綺麗だったんですけども、この509号機は結構汚れが目立つ感じにはなっております。12フィートコンテナたくさん並んでおります。青色のコンテナが見えてきました。日本ツーンさんのシー&レール用のコンテナ UV19A、タンクコンテナが1個見えてきました。日本陸運産業さんの UT5A 脂肪酸専用タンクコンテナ、日本ツーンさんのエコライナー31フィートコンテナ、東札幌日通運送さんの31フィート冷凍コンテナ UF42A、 日本フレートライナーさんの31フィート、そしてヤマト運輸さんが2機31フィートコンテナ乗っておりました。17時28分になりました。3095列車大阪貨物ターミナル発富山貨物行き、機関車は EF510 の12号機です。機関車の後ろにはロジネットジャパンさんのシロクサン専用タンクコンテナが3機載っております。その後ろに中央ツーンさんの塩化ビニール樹脂専用タンクコンテナが3機、前と後ろが UT22A、 中央が UT10C、 形式は異なるんですが3個とも塩化ビニール樹脂専用のタンクコンテナとなっておりました。その後ろは12フィートコンテナがずらっと並んでいます。まもなく金沢貨物ターミナルに定刻に到着となります。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。